青コーナーよりハイブリッドの風が吹き荒れる。選手入場。さあ、ヘビーの頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合満点の入場シーンだ。赤コーナーよりマッスルモンスター入場。フルメタルジャケット、自慢のボディを保持しながら入ってまいりました。ガンガン行け！行け！シングルマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー、オリジナルレスラー。頑張れ！行けよ！頑張れ！赤コーナー、193センチ、134キロ。ガンガン行け！マッスルモンスター。レフリー、タイガー服部。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。バット返します。膝へのキックです。行くのか。切り返します。キック攻撃を見舞います。掴んだ。膝を使ってまいります。張ります。組み合います。フライングメイヤー、ストンピングです。掴みます。ハンマーを振りかざします。蹴ってまいります。ロックアップ。ハンマースルーをさせない。組みに行きます。逆に返します。打ち込んでまいります。起こします。陸上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか？そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。抱えます。ボディースラム、エルボー、張ってまいります。腰を落とします。フロントからのキック、このあたりの攻撃いかがですか？いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。ロックアップ。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。
いい攻めだと思いますよ。はい。乾いた音が館内に響きます。腕をフックします。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。フロントに捉えます。返してまいります。強烈に打ち込みます。的確に入ってますね。引いてますよ。はい、ガードします。ストマックへの攻撃であります。マウントを取ります。馬乗りから小手を打ち込む。抜けてまいります。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。耐えます。張ってまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。スリーパーで締め上げます。行くのか。プロとして試合していく上でね、やっぱり重要なのはいかに頭を打たないかということなんですよね。そのためにレスラーっていうのは受け身っていうものを本当に何千回も練習しますからね。ああ、まさにそのあたり日々の鍛錬というわけですね。もちろんそうですよ。切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。腰を落とします。あと、リバースで返してまいります。ロープブレイクです。掴んだ。させません。ローを打ってまいります。乾いた音が館内に響きます。巻き投げで切り返します。ストンピング、蹴りをぶち込む。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい、ガチッと組み合った。バックを取って逆に返した。ストンピング強烈。ジャーマン高角度。逆にバックに回る。スリーパーホールド。フロントキック。小股に挟んだ。蹴り上げていく。これは狙いますよ。パスガード。逆に上になった。投げっぱなし。パワーパーム。さあ決まるか。ロープに逃れました。回転すごい音がした。あと逆に投げていった。フィニッシュになるか。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶が飛んじゃってると思いますよ。頭を掴んで膝頭を入れていく。掴んだ。あっと、ストマックのあたり。首根っこを掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。ハンマースルーをさせない。ドロップキック強烈。10ミニッツパー。引っこ抜きか。パワーボム投げ捨て。これで決まったか。カウント 2.89。 重低音バズーカ。さあ、万事がための体勢だ。あっと、キャッチした。さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。エルボーで切り返す。ラリアット。腰に手を回した。エルボーで返す。肉体を躍動させる。担ぐか。